はい、こんにちは、しゅんです。さあ、今日はですね、ジャイアントーネに来てます。フラの上フラ、上フラですね、来てます。めっちゃ雪多い。さあ、今日は北海道大荒れの後なんでいいんじゃないですか。じゃ行ってきます。いやー、今マジで焦りました。実は今 GoPro 落としたのに気づいて、何百メーターですかね、3、400メーターぐらい、結局川のところまで今戻って、なんとか GoPro 拾いました。いやー、よかった。いやー、今日トラブル続きで、本当は前フラノだけを行こうと思ってたんですけど、実は原始林の近辺除雪入んなくて入れないんですね、この時期。冬季閉鎖らしくて、それ知らなくて、まあ結局今日ジャイアントを抜きたんですけど、なのでスタート時間遅れちゃったっていうのもあるんですけど、それでさらに今 GoPro 落として超ビビりました。まあでもなんとかあってよかった。で、最初ジャイアント尾根はこんな感じで樹林帯登るんで、木がすごいんですよね、多くて。で、ボード担ぐ人とか自分たちスクートの人はかなり最初ハードです、引っかかって。まあゆっくり行きましょう。まあこういうトラブル続いてる時は焦ってもしゃあない。1180メーター付近、1190メーターですかね。ちょっと視界が開けて、見えますかね、十勝岳見えます。いやー、でもね、今までバックカントリーしてて一番きついかも。何がきついって、もう木の枝が多くて、もう背負ってるスクートのハンドルと板がめっちゃ引っかかる。そして、まあわかんないでしょうけど、雪がトレースしっかりあるけどやばい。1480メーター付近まで来たんですけど、結構風が出てきて寒い。で、ちょうど斜面が日陰になっちゃって、ちょっと見づらいね。で、前回来た時に比べると、なんか木が結構あるような気がして、雪が少ないのかな、どうなんでしょう、そんなことないのかな。はい、1550メーター付近まで登ってきたんですけど、もうさすがに寒くて、ちょっとこっからドロップアウトしようかなと思ってます。で、なかなか太陽が出てくれない。見えますか、これハロ、ハロが出てます。太陽がこう昇ってきてくれなくて、雪面がちょっと見づらいけど、さすがにもうこれ以上上げてもですね、雪は固くなっちゃうんで、この辺からドロップしようと思うんですけど、いや、太陽照ってくれると最高なんだけどな。雪面が見えません。やばい、すげえいいかも。じゃあ1550メーター付近からドロップします。めっちゃホワイトアウト状態で雪面が見えないけど、滑れるんだろうか。よし、行くぜ。
鉄面見えねえ。うわ、鉄面が全く見えません。やべえ、斜面行きてえ。レベルイサワどうだったっけな。ああ。イエー、登ってきたルートに戻ったけど、やばくて歩けねえ。いや、やっぱ帰りも10人タイム、帰りもきつい。参った。埋まるさ、立てない。あ、ここか。ゴー。この故障が落ちそうです。なので面倒だけど、シュー入った。見えるかな。やばいね、やばいやばい、危ねえ。あ、いや、2個目の図書ね、もう怖いね。おっつ、
はい、下山してきました。いやー、とにかく寒かった。上は下はマイナス10度なんですけど、上は多分もう半端ない寒さ。風もあったんでね。しかもこれ持ってってた水見えますかね。お、凍ってますよ。すげー寒かった。で、なんかガスってきた、ガスってるわけじゃないんだけど、ちょっと曇ってて、滑り始めの時に曇ってて、雪面がやっぱ見えなくて、ちょっと今日は雪質は良かったんですけど楽しめなかったですね。で、今はもうジャーントンネルはもうてか富良野だけは雲の中に入っちゃいました。なのでちょっと登る時は良かったんですけど、ちょっと滑り出しがね、天気悪くなっちゃってちょっと残念でした。でもやっぱりジャイアントは楽しいところなんで、まあ、今シーズンまたチャンスあればもう一回行きたいなと思ってます。ではちょっといい動画撮れなかったと思いますけど、まあ、次の動画でまた皆さんお会いしましょう。さようなら。